キングサニアで1946年9月22日体はナイジェリア出身のジュズミュージック歌手。キングサニアでヒズアフリカンビーツは1980年代半ばのワールドミュージック界とアフリカ音楽界で国際的なスターの一人となった。欧米ツアーでも多くの聴衆を動員しアフリカのボブマーレーとの見方もあった。祖父が オンド州のヨルバ族の王である王家に生まれる。中学を出ると、モーゼス・オライアのハイライフバンド、フィデラルリズム、ダンディーズに入った。1967年グリーンスポッツを結成、1974年には自主レーベルを立ち上げた。プロデューサーのマルタン・メッソニエが、アデをクリス・ブラックウェルに紹介、1982年アイランドレコードと契約し、 世界的にデビュー。ジュジュミュージック、シンクロシステム、オーラと3枚のアルバムを世界的に発表した。アイランドは、ボブ・マーリーの死後に、第3世界のアーティストを探していたところで、これがきっかけとなり、アフリカ音楽が注目され、アフロビートのフェラクティも、アリスタと契約した。アデの音楽は、80年代のハリウッド映画で何度か使用された。また彼は、 2000年以降のナイジェリア映画に出演も果たしている。ありがとうございます。